はい。えー、それでは、2021年向け、スマート攻略コースのガイダンスですね。たった180時間で実現。便利試験スマート攻略学習プラン編の方の話をしていきたいと思います。担当は、歴史にニコ州弁事の申します。皆さん、こんにちは。 はいえー、このまあガイダンスっていう名前なんですけれどもも、えっともとはこれ通常ですね講座の中で説明をしていた内容になりますでまあそれをもう,もうガイダンスのところにちょっと持ってきてしまったの180時間でね学習時間をちょっと短くしたところもあって講義時間をね、まあ、そのまあ学習の時の最初に話してた内容をもうちょっと今外に出してしまったということになりますねはいなのでちょっと具体的な内容になりますので、まあ、特に講座を取る方はもちろんの方は、まあ、取らないまだ取るかどうか悩んでる方もあこういう感じでやっていけばいいんだっていうのが分かる ていいいただければよろしいかなと思いますで、えっと、最初にですけれども、まあ、前回前回っていうかですねもう一個のガイダンスの方でもちょっと話をさせていただいたようにやっぱり通信の受講生の方で一番不安な方は通信で続くのかっていうのがあるんですね。で私がいろいろもう講習もやってもう7 6年 7, 7年8年ぐらいですかねちょうど。 2011年か2年ぐらいからあのまたちょっとねレックの方で講師に復活してますのでまあまあそろそろもう10年近くになるのかもしれませんけどやっぱりいろいろ時効性を見てきて思うのはあの通信とまず通学であの勉強が続くか続かないかはこれ変わらないです、うん、通学でも続かない人は続かないですよ通信でも <laughs> あの同じです続く人は続きます。 というのともう一個ですねあの質問についてよくねやっぱ通学の方が質問がしやすいって思うかもしれませんけどあのこれもあの変わらないです通信も通学も。で通信じゃじゃあ質問って何なのかっていうところで,で私がいつもねあのお願いしてるところがありまして。 要するに質問ををできるるるよううにすすとという体制を整えることが大事だと思ってますでやっぱりなぜ質問をする必要があるのかっていった時に自分だけが分かってないんじゃないかとか自分だけが実は分からないんじゃないか要するに勉強したけど全然分からないっていうのが今分からなければいけないことなのかそうじゃないのかっていう区別がつかないんですね。 なのでまあ要するにまあご質問でねこう聞いていただけるとあそこについてもやらなくていいですよとかこれはもう便利試験としてやらなくていいとかそこの判断も私のでできるのでなのでまあ気軽に質問していただきたいというのが私の一つのコンセプトではあります。 やっぱりあの質問していただくっていうのは実はあの非常に私としてもメリットがあってやっぱりできるだけ講義っていうのは質問がないように話をしているつもりです。でそれは分かりやすく伝えるのが1点ともう1点はやっぱり今までこういろんな質問を受けてますのであここは質問が来るなすところも事前に説明してるんですね。だから理想としては講義を聞いていただければ疑問点は生じないというのがま理想なんですけどただそうは言ってもねあの皆さんやっぱり感じ方というか捉え方が違いますから当然分からないことは出てきます。 であればやっぱり聞いていてただくとでその時にそれは今勉強やっぱ一番大事なことはそれを知らなきゃいけないのか知,ってるべきあの知らなきゃいけないのか知らなくていいのかなんですよ。 で知らなくていいことをあのネちネち勉強してもそれは時間もったいないですしで私も皆さんが趣味で勉強してるとは思ってませんから当然便利自治験に受かるために勉強されてると思ってますからだからそこをまあ最低限伝えていきたいというふうに思っていますでまあこれ質問の方法というのは2つやり方がありまして1つは教えてチューターっていうですねメルリック標準のシステムがありますだからまあ,あのそちらでご質問いただいても結構ですでもう1個はあの私が結構推奨してるのはツイッターでの質問ですね うん、でツイッターではこれの私のアカウントをこう見ていただきますと、まあ、あのツイッターがあ,のありますと。で、まあ、これフォローしていただいて、うん、であの実際ここに私にまあメッセージからのリ,、まあ、リプライですけどリプライっていう形であの、まあ、リプライって返信的のがあるんですよ。であのスマートコースね「腰、ま、取、あ、ってます」って言っていただけると私まあこの人受講さんだなって分かりますから。 わからないとねなかなかちょっと質問返しにくいので,で、まあ、そういった意味でその返信的のを使ってあのちょっとあのなんですかねいろいろ質問していくっていうやり方をとっていくとで、まあ、実際入門講座の最初でもうちょっと説明しますけどちょっとだけね、うん、で前は結構ね本当にあにしつこく「あのやってねやってね」って言ってたんですけどこれさっき言ったように生講義の質問っていう人やってくる人結構やってくれるのよ。 でまあ今までずっと受講生見ていてもやっぱりあの質問ちゃんとされる方はするのでそういった意味ではやっぱりあそこの違いはあるなというのがありますからあんまり強制はしてないんですけどただまあちょっとそういうツイッターとか使って質問のツールというのはあの設けてますということですねまたちょっと後で話せれば話をします、はい。でまず最初ですねこの講座を取っていただいた時にまあえっともう一個のダンスでカリキュラム話をしたと思います。 でまずやっていただきたいのはまず入門講座がとりあえずつきます。で最初に例えばセットアップ講座があの最初のスタートアップ講座が来てで次に入門講座が来ると。でスタ,ートアップとスタートアップ講座は便利士として内容を見せてるだけですから、まあ、どちらかというとここはあの用語をそろ揃えてほしいと。あこの言葉聞いたことあるなとかっていうことで揃えてほしいだけでそんなに高いところは望んでません。うん、言ってしまえばこう、まあ 私とししては皆さささんんんがおお客客本当に出願をしたいお客さんだと思ってそこで説明してるようなな感じになりますだこういうことやりますよ特許というのは審査請求しなきゃいけませんよとかねっ血糸流というのは来ることありますよ血糸流来たら例えばあのこんな手続きがあるんですよということを説明しているようなイメージですね。それによってあ東特許というのはまあこういう流れなんだなとか、ね、あ衣装というのはこういう流れなんだなっていうのを大まかに理解してほしい講座です。で、えー、と実際過去問とかもいきなりバーンと載せてますから当然わからないんです。 私は分からなくてもいいと思ってます。ゴールさえ見えてれば勉強しやすいので、そういった意味では、まあそこの講座では、まあ概略を捉えていただきたい。頭の中でぼんやりと、あ、この言葉があるな、こんなのがあるなっていうのをイメージを持っていただきたいと思っています。で、実際に入門講座っていうところに入ってきます。ね、入門講座。で入門講座からがいよいよ本格的な勉強になります。で入門講座に関しては、まず目標。 ですね、もうこれ勉強したことはまず完璧にね予習復習ですねこれがやっぱり必要になってきますと。はい、でまあこういう方ですねやっぱりこれもすごいですね本もいっぱいやってねやっぱり勉強したことを完璧にしていきましょうと予習復習は完全にしなきゃいけないとこれ特に最初の頃はこう思いがちなんですよやっぱり。 うん。あの、気合い皆さん十分だからね。気合いみなぎってますので、やっぱりね、お金払いました。講座申し込みました。よし、やったるぞと。ね。もうこれは完璧にやるんだと。ね。よし、一軸全部覚えていくぞなんて感じでやるんですけど、それはね、ちょっと大変。で、こっち、ちょっと気楽にやってますね。とりあえず、まあイメージできたからいいかと。ね。また後で勉強するし。はい。これです、実は。大事なのはこっち。うん。実はこっちじゃないの。そう。細かい規定にこだわる必要はないです。 用語の理解に重点をって書いてあるんですけどね、大事なこと言いますよ、一つ大事なこと。忘れます。あのね、勉強なんていうのは、あの忘れてもなんぼなんですよ。もう忘れまくる。というくらいのイメージを持ったわけです。だから、ね、よく時間がありませんね、すごい時間かかる、分かるんですけど、完璧にずーっと細かくやるよりかは、ね、フわーっと軽く何回かくらい繰り返す。1時間で1回読むんだったら、1時間20分ずつ3回読んだ方が知識というのは定着します。 これ、今やってることを完璧にやんなきゃいけないっていうなると、一生懸命やんなきゃいけない、時間もかけなきゃいけないと、慎重にやると。なんだけど、またやればいいよと。ね。また勉強するんだと。考えれば、一回は読む部分が気楽でしょ。だ忘れたっていいんだもん。だってもう一回読むから。うん。っていうぐらいのイメージを持っていただいた方がいいです。いだから、一回をきっちりやるというよりかは、もう、さーっとね。うん。軽くを繰り返しやる。要するに、ここに書いてあるように、とりあえずイメージができるかどうかというところを重視。 していただきたいと、特にまここに書いてある。また後で勉強するからいいかとそうそう、そう、そう、こういうことですよ。また後でやります。繰り返しやるいうことを意識してほしいです。で、じゃあ入門講座の間はどうするかということになったに、結局勉強の大事なことっていうのは期限日なんですよね。で、これ勉強の場合あのごめんなさい。仕事の場合ねで仕事とよくノックのガイダンスで、この弁理士試験っていうのは私は仕事だという話をしたんですけど、勉強の場合って、実は期限を過ぎちゃってもいいことはあるんです。 例えば図書館休みだった。ね。ある課題をやってましたと。で、課題をやってたときに、期限日ね、月曜日に提出してね。学校の宿題だよ。中学生ぐらいだと思ってください。ね、月曜日までやってきなさいと。で、先生に持ってきましたと。結構できてるのも、8割ぐらい。ね、図書館で調べようと思った。けれども、ね、昨日は部活だった。で、月曜日は図書館休みだと。だから明日になれば完成しますよと言って、すごいいいものができた。これ自体もね、先生は、まあいいでしょうと。 ことなるわけですね私もまあ学習塾時代だったらうんいいよっていうねまあ一生懸命やってきてあ,あもうあとちょっとだねとじゃあ,まあせっかくだったらまあねこあ図書館明日調べたものを書けばいいんじゃないっていうまあそうなるでしょうでこれ勉強の場合これでいいですよ勉強の場合はねうんところが仕事ってどうでしょう仕事ね期限日がありますとねシステムはもう完成してますとただ水ねまだまだちょっとエラーがあって水曜になったらすごいいいシステム完成しますから水曜日に納品します 月曜日に納品してほしいって仕事を水曜日だったらいいですよって。で、納品水曜日になっちゃいました。もうこれ、アウトですよね。うん。もう銀行の ATM とか考えてみてよ。ね、ATM から稼働、月曜日から稼働させるっていうのに、ね、すいません、水曜日からですと。月曜日はお金下ろせませんって。えちょっと待ってよってなるでしょ。月曜とかよね、帰宅を開始してますと、携帯電話の。うん。ね、月曜火曜日はしません、携帯電話使えなくなってます。水曜日だったらめちゃめちゃ音質いいですからって。いや、ちょっと待ってよってなるでしょ。仕事ってのは実はそこなんです。 でこれはまさに弁理試験も一緒で皆さんは期限日があります。担当試験であれば5月の第3日曜か第4日曜ですね。まあ年度によって違いますけどそれを超えたら意味ないのよ合格できる力っていうのは。そうでしょ ?6 月になったら担当試験の問題完璧ですっても意味ないよね。だから5月。だからそういった意味では期限をしっかり設定していくっていう。ということは余計なことはやらないんだと。ね、これまあ言い方悪いんですけど仕事っていうのはまさにそうで期限がある時っていうのは若干質が落としたとしてもやっぱり期限を守んなきゃいけない時っていうのあるんだよね。 それが明らかに悪い人だったら、ま、ダメですよ明ららかに悪い人だったらそもそも何だって話になるんですけどでもより良いものを作って期限を過ぎるんだったらそこそこものを作って期限内に出すっていうのは、まあ、これは一つのやり方でしょう。そうですね、だってレストラン行ったらそうでしょレストラン行ってご飯頼んでさ、ね、夜晩飯注文したと晩ご飯注文しましたと。ねそれ <laughs> まあ味としては、ね、翌日まで寝かせばすごくうまくなりますからってさじゃあ次の日まで待ってくださいって飽てないでしょってう。 そこなんですよ。やっぱりこの起源っていうのをまあ意識してほしいと勉強に関しても全く一緒それが勉強通常の勉強と資格試験の勉強大きく違うと入門講座の間もまずそこを意識してほしい全部が全部完璧にやればいいというわけではないということになります、うん、で特にあの私が思ってるのはまずは記憶を簡単に定着させる、うん、要するに記憶っていうのは段階があるのよ最初は初めまして言葉知らないで次にあ「聞いたことあるよね」と、うん、聞いたことある 何かわかんないけど「パリ優先権あなんか聞いたことあるぞ」とかね「死を取り消す審判聞いたことあるぞ」それでいいのそのレベルまで持っていけば次今度は何となく説明できるあなんかあのパリ優先権って外国のものを日本に出すやつだよねみたいないうのが説明できるでさらにパリ優先権が細かくもうちょっと具体的に説明できるあ大国室がと第二国質がの間で、ね、これ優先権主張することによって一切の不利益行為を排除するんだよね うん、そうやって外国語の、ね、出願した場合の翻訳文を確保できるための期間だよねってことが説明できる。で、そこまで行けば今度は問題が解けるようになります。ところが皆さんって最初勉強したら一気に問題が解けるレベルまで持っていこうとするんですよ。ってなったらやっぱり忘れますね。理解も時間かかる。うん。だから段階を追っていってほしいっていうことです。だから私はちょっと伝えていきますよ。だからここはまあ今やんなくていいよとかって言うんですけど、はい。そこは段階を追ってほしいと思っています。 さあじゃあ具体的に講座を始めるという時にまず必要なものがあります。で必要なものは何ですかというところで、まあ、いくつかそこをね簡単に説明をしていきますけれどもまずね法文集と呼ばれるものがいります。でこれはね条文が書いてあるんですよ書籍で。うん、でまあ基本となるものでもうこれちっちゃいですちょっと今日実物持ってくればよかったんですけれどもで法文集に関しては、まあ、あのパテック教科あパテック教科じゃないやパテックっていうところの会社とあのあの簡単な法文集ですと。 パティック企画、うん、例えばこのこれがあの基本法文集ってこれぐらいの本なんですけどでこれがまあこ,のこれかなと、うん、いうことでこれねすごい薄いやつです持ち運びにベスト、うん、とあとはね発明推進協会というのがあります発明推進協会は文字が少し大きいですなので、まあ、見やすいのは見やすいです私もこれ見やすいんですけど発明推進協会ってただね、まあ、欠点は、まあ、若干ちょっとか入ってない条文があるので1個だけねうんまあなんであのパティック企画さんの法文集はちょっと必要です だちょっとね今年5期が多いんですよねというのはちょっと気になるところですけど、うん、まあ多いって言ってもまああれですけどまああのサイトに行けば訂正上がってますからねそこはチェックしていただければいいと思いますけどまあそういった意味では、まあ、法文集というのはまず1個必要ですそれからね4法対象法文集というのがまあちょっとねこれ変わってるんですよで4法が縦に並んでますで一応ねあの幸いパティックさんがあの 本来であれば今年の今年というか2020年の試験には入らない内容が条文に入れてる部分があるんですよ。例えば東京の詐称とかっていうのが多分今年入らない形かに2020年の試験には入らないんですけど21年の試験に入ってくるっていうところがあります。例えば衣装の7条とかって改正があるんですけどそれが実はもう入っちゃってるので <laughs> 入ってしまってるのでまあちょうどよかったかなと皆さんからすればね。うんうん、なので四分大小文分というのは実はこれを使ったりします。でこれをねまあサブノートみたいな感じで使うんですね。でかなり使いにくいです最初は。 だから上部を見るというよりかはあのノート代わりに使うという形です。なのでまあできればお持ちの方がいいかなとこれ何社が出てるんですけど、まあパテックさんのが一番使いやすいかなと私は思ってます。うん、なのでまあパテックさんの四方対象方文集とまあ方文書はまああのパテックさんとかまた出た必要になっちゃうなってしまうんですけども、あともう一個はまあ発明推進協会かまあ基本方文集って持ち歩けるようなまあこれもそんなには大きくないですよ。うん、っていうのをご用意いただけるといいかなと思います。 はい、であとは青本、えー、と呼ばれるものがありますでこれちょっとね改正がかなりもう対応していないんですよ今だからまあ新しいのが出れば出てからのがいいんですけど、まあ、出るかどうかが分からないので,で今二十版なんですねで多分直近の法改正が結構数,数個対応してないのでちょっとまあ利用しにくいかなと思いますねじゃあ特許庁に PDF がありますから、まあ、そこで見てどんなものかを見ていただいても結構かなと思います ただ勉強するときはできれば紙のがいいですね、うん。デジタルデータでやるよりかはあの紙の方がよろしいかなと思いますのでまあ、書籍でご購入いただいた方が私はいいとは思っています。ちょっと高いですけどね。はい、あとは過去問集ですで。過去問集はこれが担当それから論文講述っていうのがあります。でご用意していただきたいのはまず担当試験についてはえっと入門講座から担当の問題をちょこちょこと見ていただきます。 でまあ、論あの担当課後これもんっていうのを使いながらあの実は落とし込みって作業を私はしてもらうんですけれども、まあ、入門の間はできる範囲だけでやってもらうと後でやると結構これ大変なのでだからできる範囲もやっていただくんですけど、まあ、その時に解説があった方が、まあ、分かりやすい場合があるのでこの赤い方だけいわゆる4方の方だけを、まあ、手に入れていただけるといいかなと思いますねあの下の方はあの下3方っていう方ですねはいらないですこの青い方はこれ新しいの出てからで結構です秋ぐらいになればまた今年のが出るんですけど 今年は2020年の試験が入ったものが出ますので6月6月は出ないな秋だねやっぱりうん秋ぐらいに出ますからそこからで結構です四本に関してはちょっと二冊になってしまうんですけどやっぱり今2019年の試験まで入っているのが売られてますのでまあそれを求めになられた方がよろしいかなと思います論文の過去問に関してはまあ早い段階から見てもいいんですけれどもまあ今はまだ買わなくてもいいかもしれないですまあ今は買わなくていいかなという形であの。 重要項目攻略講座に入った時にまあどうするかって考えてもいいかなと思ってますね。はい、特に、えー、とまあ論文スキルアップ講座のところで古い格問ありますから格問の勉強が全くできないわけじゃないです。直近の問題がちょっと手に入らないというだけですからそういった意味では論文の格問集は、まあ、あ,のある程度のタイミングでご購入いただければいいかなと思います。で逆に考述の問題ね考述試験ってなんか一番最後だからもう持たなくていいかもしれないと思うかもしれませんけどこれは逆。 うん、じゃあ論文試験の方よりかはるかに口述試験の問題の方がこれ勉強としてはあのしやすいので口述試験の過去問集はできるだけ早くお買い求められた方がよろしいかなと思います。このまあ講座の中でまたあのちょっと機会折を見てねあのお話ししたいと思ってます。はい というところで、まあ、弁理試験の勉強をまあ開始すると、まあ、いうことなんですけれども、まあ、その時に気をつけていただきたいことというところで今までまあちょっとね何回か言ってますけれども学校の勉強ととと同じ感覚でである必要なないいすすよということになります例えば考えることが重要だとか、まあ、覚えることが重要だとかの学校は勉強したことは100点を目指しましょうこんな常識はもう捨ててください資格試験は皆さん大人の社会人の勉強です。なのでまあ考えることは当然重要ではあるんですけれども全てを考えている時間はないと。 要するに答えを見て分かるのであれば答えを見ちゃった方がいってことこです。だから答えを見た上でなぜその答えになるかを考える学生時代はまあそうではなくってその答えを出すプロセスを考えたと思うんですけどそれはもう時間がないですからだからまずは正解を見て正解の軌道に乗る勉強をしてください自分の正解を求める必要はないです、はい、ですからそして覚えることね暗記すればいいと申しませんけど暗記はもう極力しないというふうに考えていただいた方があの私はいいかなと私はそういうスタンスですね それから100点目指さなくて結構もう合格点を目指せばいいので勉強としては捨てることも大事ですやっぱ不安ですからいろんなことをやりたいと思うんですけれどももういろいろ捨てていくとそれは講義の中で私の方で言ってきますからこれやらなくていいよこれやらなくていいよっていうことを重要度はつけていきますから、まあ、それに応じてあのやらなきゃいけないことっていうのはわかるんですよ皆さんやらなきゃいけないのはテキストに書いてあることだし問題出ることなんですよねでもやらなくていいことって不安じゃない受験生はわからないと ということですからやっぱりそれがあの説明できるのが我々の強みだと思ってますね私の強みというか、うん、こ受験機関の強みですのでまあとは、えー、と勉強のスケジューリングっていうのをしっかり組んでいただきたいとで実際は全体構造のところで学習シートっていう、まあ、学習日記みたいなのをつけてもらう話があるんですね。でそこでまあ学習日記をしっかりつけていただきたいと思ってるんですけどその時にあの学習のスケジュールをしっかり組むと。 講義をいつどのタイミングで見るのかで1週間をどこでまとめるのかだたて同様だとしたらまとめるのかっていうところをきっちりと決めてほしいとで目標としては入門講座の部分はできるだけ早く終わらせてくださいあのねじっくりやっていくというよりかはあの回数をこなしていくことが大事なのでまあできるだけ早く終了しましょうとそれから1週間の受講回数これはしっかり決めていただきたい何曜日にどこで見るのかねっていうのをしっかり決めていただくと ね、で一応まあ週9コマっていう講義を目安と書いてあるんですけどもともと勉強時間自体はですね1週間にまあ20時間に時が一つの目安だと思ってます、うん、講義出てね20時間をまあ結構超えるのは大変ですいろんな受験生見てると例えば20前後ですかねはいっていただきたいなとで10下回るとかなり厳しいです一、うん、桁になってくると一桁になると,ちょっと勉強量が足りないかなと思いますので、まあ、20時間というところを一つの目標にしていただきたいという形ですね はい、で実際講義を聞いて、まあ、最後ですね、まあ、1週間のまとめをしますよという形で例えば青本であったり、まあ、これもんっていうね、まあ、担当の問題集、まあ、そういうものを使って整理をしていくということになります。で大事なことはえ、ね、スケジューリングするときに日曜日予備日を作ってください、うんまあ、これはちょっと大事ですねあのやっぱり勉強ベースを詰めてしまうと乱れるでしょだからどうしても金曜日飲み会入っちゃったとか、ね、水曜日出張入りましたっていうとあとまあ火曜日体調悪かったってなると1週間スケジューリングが狂いますから。 だからまあ予備日を設けることによってまあもしこの若干タイムラグっていうかタイムラグじゃないやあの時間の乱れが出たとしてもここで吸収してほしいだから勉強してもいいんだよ予備遊びってことじゃないんですよ、うんまあ、遊んでいただいてもいいですけど最初の頃はね、うん、あまりあのがむしゃらにやると結構疲れますのでそこはもう何ですかね徐々にこうエンジンをかけていくようなイメージで進めていただけるとよろしいんではないかなと思います。 でまあ、合格までじゃあどういうふうにしていくかということで、まあ、スケジューリングをしなきゃいけないんですけどまあまあ論文試験というのは7月にありますとねまあ必須科目を受ける方もあのとまあ不必はね皆さん受けますけど選択科目があるなしがあるのでねちょっとここは難しいかもしれませんけれどもここからまあ徐々にこう戻っていくようなイメージですね。うん ですす論文試験はまあ2019年年月月月月のののの末末ででしたけど、まあ、だいかから頭頭よじゃないかなでここが大体1か月ちょっとありますから論文はここで一気に合格レベルに引き上げるっていうのをイメージを持ってくださいとで。なるともう基本的な考え方はこの担当試験終わった段階では習得済みに持っていくとよろしいんではないかなというふうに思いますね。じゃあその担当試験の前のスケジューリングというのはまあどういうふうにやっていくのかと。 いうことになるんですけども、はい、まあ実際5月が担当法試験なんですけどもうね5月に入ったらゴールデンウィーク過ぎたらもうこれはまとめの時期になります。まとめの時期になるということは、えー、その前にたどってった時にここですよね「下三歩で著作権不正競争防止法条約に関しては私自身の講座ではかなり遅くから始めればいいと思っています。すなわち最初 勉強を始めた時には法ですね、要するに担当でも論文で出る勉強をまずは年内から1月は優先させてください。こ、うん、ここをまずしっかり固めることが大事でなぜかと言ったら結果的に下3法の勉強ってあ,のあんまり早めにやってしまうとですね忘れるんですね。で一番よくないのは最初にちょっとやっといてあとでもう一度やろうと。そのあとでってなっちゃうとそのあとまたしっかり忘れますから。で例えばこの辺に一回下3法やりましたと。でまたここでやった時にはめましてってなっちゃうのよ。 ここでやった分時間もったいないので、もう一体無視です。ずっとやんない。下3歩。で、その代わり、4歩を確実にしていきます。年内で。できればね。で、4歩が固まっていれば、ここで下3歩の時間が避けますので、で、一旦下3歩をやったら、ごめん、条約はね、結構やっぱり暗記が必要になってきます。残念ながら。うん、条約だけは理解だけでは解けない問題が出てきます。そうすると、まあ、この下3歩をやり出したら、これ実はね、もうやめられないんですよ。忘れちゃうから、一回開くと時間が。 だからまあイメージとしてはその論文の勉強をまあ途中までしてるんですけどその論文の勉強が下3歩に置き換わるようなイメージです。だ下3歩の勉強を始めるまでは論文の勉強も並行してやっていけばいいと。担当と論文をね。ということになります。ただ当然4歩の学習は継続っていうことですね。当然担当に向けてってことではあのずっとここはやっていかなきゃいけないのでそういった意味では下3歩に関してはあのかなり後で皆さんちょっと不安には思うかもしれませんけどまあ例年こう,いうで皆さん間に合ってますから。ただし4歩ができてないと 結局ここで4歩の時間も取るので下歩の時間が避けなくなくるんですよそうすると両方これアウトになってしまいますし逆に下3歩を早くしてしまいますと絶対4歩が解けないのね、うん、である程度勉強時間かけても下3歩って上限があるんです取れる上限が著作権とか不正競争防止法とか、まあ、条約とかが勉強がしにくいのであのかければあの4歩って勉強時間かければかけるほど成績伸びるんですよところが下3歩は実はある程度頭打ちになってしまいますからうん それをこうさらにねクリアしようと思ったらものすごい勉強時間が必要になりますからそういった意味ではちょっと成功法では私は厳しいと思ってますね特に1年目の方とかは時間がないですからまだ4歩をしっかり固めてほしいというふうに思います。と、はい、いうところでさっき言ったまああの1週間ですね勉強を20時間確保して今よりのようなスケジューリングでやっていただくということが重要ですと。はい、でですね まあ講義についてはどんなことをやっていくのかということなんですけれども、まあ、先ほどから言っているようにですねとにかくまず分からないところを中心に受講するって書いてありますけれどもまずね予習をしてください入門講座の間でテキストはまあ一度目を通す的で、まね、説明しますけどとりあえず目を見てくださいで分かんなくてみればその時、うん、一気に気をつけるというところでざーっとテキストを読んでみてあこういうことなんだこういうことなんだということをまずはなんとなく理解してほしい。うん まずはテキストをざっとと読んででいただくってことが重要ですね、うん。今理解しましょうという部分をしっかり理解するということで全部覚えなくていいです。で、まあ、移動中でなければ法文集も参照していただきたいんですけど条文ね。ただやっぱ十分読んでもわからないのでこれまだ今は何ですかねこうちょっとそれっぽいことやってるぐらいのイメージで結構です。なかなかやっぱ十分難しいですよ。うん、でとにかく何回も言ってますけどどうせ忘れますから。 前提がありますのでどうせ忘れるって前提で講義は進めていただいていいんじゃないかなと思います。ただ先ほど1週間で見るコマ数についてはしっかりと固めてほしいということですね。はい、で復習をまあちょっとしっかりしていただきたいというところなんですけれども、まあ、復習については、はい、ここですねまず講義が終わった後に何が分かったかを軽く考えてみるということです。で,できればここでつぶやいたりするといいんだよね Twitter なんかで。うん でテキストをしっかり読んでどこがポイントがあったかを意識すると、まあ、確実性面テキストを読んであこういうことだったのかこういうことだったのかということになりますだまずここまでをしっかりやってほしいんですで講義が見終わった後にあ今回の講義はこんなことやったなっていう復習でつぶやきをするっていうのはそういう効果もあるんですね、うん、あこれ今回は東京の優先権制度と国内優先権制度をやったと、うんまあ、優先権については元の質問がし一り下げになるのが大事なんだなとかと そういうい学習をつぶやけばつぶやくときに自分でこう考えるからね何やったかってかつ、まあ、もう一度テキストをしっかり読むとどこがポイントかを、えー、理解していただくということになります。で可能であればあのこの辺のプラスアルファですねをやっていただくというところで特に大事なのがここなんですよ。これも、うん、担当縁のわからない範囲での落とし込みをするということになります。た、はいうん、だまあちょっとテキスト問題とか、まあ、論文基本レジュメとかってあるんですけど今の時点とまた講義の中で具体的な話をしていきます。 とにかく自分でできる範囲を実行するということが大事でこれ、ね、やっぱり今は分からないって考えていくのが当然なんですよと、うん、やっぱり何ですかね分からないことが分かんなくなっちゃうんだね要するに何か全部やんなきゃいけないな,かなと思うんだけど実はそうじゃないんだということになります。はい、だから今言ったように今学習サイクルをしっかり作るとことが大事、うんまあ、予習をして、まあ、これはまあ何本か分かかりますよ人によってただまあざっと予習をしますと10分ぐらいで次に講義として60分聞きますと。 1> で1週間でできるコマ数っていうのをね何コマっていうのを決めていただいて、まあ、それによって進めていくと。で講義に関してはまあねちょっと私まあ早口ですから、まあ、なかなかあの倍速とか難しいかもしれませんけど1.2倍速とかで、ね、見てる方はいらっしゃってそれはそれで全然問題ないと思いますね。うん、講義時間は同じですからでそういった意味での,、まああの講義のうまくですね効率よく見ていただくことも大事かなと思います。 でまずはテキストを使って予習をします。で、講義を見ていただく。で、講義でやったことを復習する。このサイクルを入門講座の間、ぐる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 回していくだけで、少なくとも4本に関する土台ですね。担当試験と論文試験出ている土台はしっかり作れますから、まずこれを作りましょうよ。で、まずこれを作った上で、積み重ねをしていくということになります。それはその後の重要項目だったり、過去問条文のところの講座で上積みをすればいいんですけど、まず入門講座で基本的な、ね、ラインを作ってしまうと。 ね、基本的な考え方を作るということが非常に重要になります。はい、でその時に、まあ、できればこの落とし込みっていう作業をやっていただきたい。落とし込み。うん、でこれはまた講義の中で言いますけれどもこれをやっぱり、ね、きっちりやってる人は担当試験受かってますね。今までのスマートの受講生見ても。うん、なのでやっぱりここをきっちりやってるかというのはすごく非常に重要ですからあのこの作業ですねこの作業最初すごく大変ですこれ。もうねつらいんですよ大変。なんだけどやっぱきっちりやったかどうかねもう試験受かるか分からないか明確にこれ出てきますので。 うん、やっぱ落とし込みが甘い人はあの受かりにくいですし落とし込みしっかりやってよっていう人はねやっぱ担当でも48点とかね結構50点ぐらい取れたりするので、まあ 50? まあうね、50点の方もいらっしゃったんですけど50点以上取れた方もだそういった意味でのやっぱり作業をあのしっかりやって頂ければと思います。はい であの最後になりますけど、まあ、一応選択科目がある場合はちょっと難しいので、えー、選択科目の勉強というのを年内は並行でやっていただければと思いますとで簡単に選択科目の話を最後にして終わりますけど、えー、とまず理系科目が解ける方に関してはそれはまあもうご自身でねあの化学であっても物理でもいいので該当する科目の勉強をしてくださいで主なやり方としては年内に過去問ですね特許庁のホームページにありますから過去問の解答を自分で作るというのが多分皆さん一番受けられている勉強法です で過去のものを見てきていろんな本とか見ながら答えを作っていくってやることです。でこれが作れないとなると多分その科目は難しいです。ご自身で見て本とかで回答が出せないとなるとちょっと厳しいかなと思いますので、まずはそれができるかどうかですね。で理系科目ができない場合は民法の学習を早い段階で行うか、あとはあの私のちょっと自分の分野だとまあ計算機工学とか、えー、情報理論とかってところのまああの選択科目も一応あってそこはまあ文系の方で向ける方いますね。 で情報理論に関しては孫の孫さんに行くとね参考書あるんですよ薄いな何社か一個見てみてまあ簡単に言うと確率統計ですね、まあ、統計はやらないか確率だな高校生の時やった確率をちょっと発展させたようなあの学問なんですけど、まあ、そこに抵抗がなければ情報理論はあの出る出題はかなり安定していますただそこがちょっと見てわからないなとなると情報理論は難しいかつ、えー、と計算機ょ学はちょっと出る範囲が広いので、まあ、ある程度あの知ってる人じゃないとおすすめできないですね そういった意味での,、まあ、あの情報理論というところはまあ一つのおすすめです。あとは免者狙いというところで資格試験について勉強するという方もいます、まあ、ほぼ情報処理技術者試験応用情報技術者を狙うしかないかなと思いますね、まあ、ネットワークの技術者であれば電気通信主任技術者というのもあるんですけど、まあ、これは技術式がないので全部マークシートなんでただまあちょっと厳しいですね うん、なのでまあ情報処理のまあ試験をまあ狙っていただくっていうのがまあ一番ポピュラーかなと思います応用情報ですねでまあ文系の方とかでもあの結構狙われているとで実際それ受かってるまあ自分の受講生とかでも応用情報を受かっているっていう人いますので一応10月の第三日曜であれば試験に間に合いますとでこれも見てる時期が早ければ、えっとで4月の第三日曜があるんですで2020年の4月の第三日曜が間に合うのであればあのそこ受けていただいた方がいいです受けていただいた方がいい で、今の時期は講座始めて、いいですか講座始めてまだ始まったばかりなので、弁理士の勉強よりかは、ど,うぞどんどん後になれば弁理士の勉強の割合が増えてくるので、もし、今このガイダンス動画を見て間に合うのであれば、春の試験を受けてください。うん。で、弁理士の方の勉強をちょっとペース落としていいです。情報処理をきっちりやってください。 で、上昇に関しては私の講座もありますし、まあ、あの市販の本でも対策はできるので、応用情報に関しては。あの、講座を取ってっていうよりかは、まあ、そういうやり方でもいいですから。多分時間がなければ、まあ、自分がその問題で解説してる。で、やっぱりベースはちょっとやっていただかないと、どうしようもないんですよ。一から、あの、全部きっちり教えて、あの、取るっていう資格ではないです。コンピューターの資格は。で、多分そこまでやってると、多分時間も、あの、難しいです。だから、まあ、本屋さんに行って、あ、できそうだと。 基本情報の方をまず見てみます基本情報の方があの簡単だからねでそこを見てみてあこれいけそうだなと思ったら2020年の春の春試験を受けてくださいでもう申し込み終わっちゃってるという方は間に合わないので2021 0 0年の秋ですねを受けていただくと2 2年の春はもう担当試験があると思いますからかなり厳しいと思いますのでまあ2010年の春か秋の試験を受けていただければと思います。 はいまあちょっと本当に時間がなかったので、まあ、概略になりますけれども、まあ、入門講座の間はですね、えー、学習ュ力のまずしっかり20時間を組んで頂い,いて予習復習をしっかり回していただくと特に復習の時の落とし込みという作業が必要になります落とし込みというのは担当の去問を「まあ、四方対象とって本にねおとんどん書き込んでいくんですけど線で でその作業というのが非常にまあ楽しいとしたまいれば辛いとしたいるんですけどただそこをきっちりやっていただければ合格点には結びつけられると思いますのでぜひねそのやり方で頑張っていただければと思います。はい、えー、というところで、えーまあ、今回のガイダンスのまあ勉強の仕方ということは以上になりますので一応まあこのあとですね、えー、と最初の、えー、講座ですかねスタートアップ講座の方はまあ今やったような何ですかね便利子としての概略の話をしています。でその間はどこ特にに気楽に見てください 入門講座になったら予習復習という形になりますのでテキストを先に読んどいていただいて講義を見ていただいてでその後の内容のその範囲の条文と過去文に当たっていくとこのサイクルを入門講座の間ぐる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 回すことによって試験合格レベルまで行きますんでねまずベースまでね当然合格レベルしてもそれで合格できるわけじゃないよまだ入門の間だからうん当然その間の講座がありますので何回もやるんですちなみに入門講座でやって14項目でやって過去文条文でやってさらにね4歩そうまとめて大事なことはね4回ぐらいやるんですよ そこまでやればだんだんだん覚えてきますから繰り返し繰り返し勉強していくようにしましょう。はいえー、というところで今回のガイダンスの動画はこれで終わりにしたいと思います。では皆さんね是非本編の講座の方でもよろしくお願いします。では頑張っていきましょう。お疲れ様でした。